はい、どうも始まりましたウサズチャンネルです。今日はね、このコールダックのおかかの動画となります。実はね、この子成長に伴ってね、羽が外側に向いてきてしまっています。はい、これはねエンジェルウィングというね羽の規定となります。主な理由がタンパク質の摂りすぎ、栄養過多といった感じで、前飼っていたねコールダックも同じような感じで、羽を危険になってしまっていました。まあこの子に関して言ってもね、まあ成長に伴ってね、まあいろんなものをあげて野菜ベースにはしているんですけど、まあそれでもタンパク質の摂りすぎなのか羽がね、こうやって外側を向いてきてしまっています。このままね成長してしまうと羽が外に向いたまま大きくなってしまって、飛んだりすることがね困難になってしまうので、今日はねこの子のこのエンジェルウィングをね矯正していこうと思います。前飼っていたコールダックの時は、バンテージを巻いて固定したんですけど、今回はね、瞬間接着剤でね、羽を止めて矯正する方法を自分でやってみようと思います。それではおかか暴れないでね。はい、本日ね用意したのはこちらのね瞬間接着剤となります。100均で買いました。まあメーカーはセメダインなので、しっかりとついてくれると思うんですけど、深谷画像カフェさんのね動画でもこれを使っていたのでこれにしました。はい、じゃあおかかやっていこう。おかかおかかおかかおいで。なんとなくイメージはできたのでね、じゃあやっていこうと思います。はい、はいはいはい、はい、はいはいはい、はいはい、はいはいはい、まっちゃん、おかか、はい、片側なんとかねつきました。うん、いい感じですね。はい、じゃあそれではもう片側もやっていこうと思います。いい子だ、おかかいい子じゃん、めちゃくちゃいい子。いい子じゃん、おかか、もうめちゃくちゃいい子だよ、すごいいい子。はい、おかかめちゃくちゃいい子にしてくれてましたね。お前いい子じゃん。はい、こんな感じでこのエンジェルウィングがね矯正されました。まあこれで数日経ってまた開いてきちゃうようであればまたやり直すって感じらしいんですけど、なんか多分これでいけそうな気もするんで、まあこれでちょっとね様子見ようと思います。おーいい子ちゃん、おかかおかかちゃん。はい、なんか前回のねコールダックの時はすごいやっぱりバンテージの時も暴れてねあれだったんですけど、おかかはねめちゃくちゃいい子にしてくれてましたね。ちょっと暴れたけど、でもねだいぶ大人しい感じでいてくれたので、やっぱり1話でね飼育するとこういう感じで慣れてくれるのかなと思いました。はい、じゃあねこんな感じでコールダックのおかか、羽がねこれで矯正されると思うので、引き続きまたどんどん大きくなってもらえればいいかなと思います。まあ未だにねこうやって近くに来て
ね、モフモフさせてくれるので本当にね可愛い子です。はい、そんな感じでまたねこのコールダックの5日間のね、成長記録上げていこうと思うので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ウサウズチャンネルでした。今回もご視聴ありがとうございました。